さあ今回はね、スルーナイツさんの TI4T 後編になるんですけど、今ねここにラジコンがねもう映ってると思うんですけど、まあ、このラジコンね、LED のねライトがついてるんですけど、まあ、これはちょっと使わずに TI4T をくっつけて、暗いところ走らせたら一体どうなるのかと、どんな感じの映像が撮れるのかというのをね、ちょっと、ウィンズに行ってちょっと電気消して GoPro 乗っけてね撮影してみようかと、今回はそういった企画でございます。まあね、もう撮ってきたんですけど あのね、めっちゃ明るくて、ラジコンなんでね、こっち向かってくる時があるじゃないですか。眩しくて目がやられるみたいなっていう感じで、なかなかねちょっと面白い映像が撮れたんじゃないかと思いますんで、ぜひチャンネルはこのままでねご覧になってみてください。それではどうぞ。さあいかがでしたでしょうか。まあラジコンこれ10分の1サイズなんですけど、10分の1サイズにねこんなライトつけると、まあ、とんでもね明るさだと、実際の車だったら一体どんだけ明るいんだという感じなんですけども、実際ねその手に持って夜道を照らしながら歩くとこんな感じに見えるっていうのに近い気がしますね。はい、ということで今回紹介しましたのはスルーナイトさんの TI4T でした。おすすめです。以上です。じゃあいいね。さあいかがだったでしょうか。もしよかったらねこちらも登録お願いします。